フランツイスクスカリナの聖書ロシア語訳聖書はキリスト教聖書のロシア語への翻訳である。それは9世紀に東ローマ帝国のコンスタンチノープルからモラビア王国へ来たキュリロスとメトディオスの兄弟がグランゴル文字を考案して教古代教会スラブ語と呼ばれるスラブ語の一言語へ翻訳したことに橋を発している。10世紀後半ウクライナのキエフ対抗国でキリスト教は 国境となり、その後ロシア帝国へ伝えられてゆく。ロシア帝国中高のソピョートル大帝は、聖書のロシア語翻訳を部下に命じているが、その後の消息はない。フランツイスクスカリナが千四百九十九年には、完成していた教会スラブ語のゲンディ聖書などと、チェコ語の聖書に基づいて、ロシア語訳聖書を作ろうとした先駆者である。アウグスト・ヘルマン・フランケが印刷して、 安価なロシア語訳聖書を作ろうとしたが、その後成功したのは1751年に広く配布されたエリザベータ聖書であった。1876年にロシア聖教会のシノド聖書が出版された。これはサンクトペテルブルクに設立されたロシア聖書教会で行われ、1818 18年に四福音書、1822年に 新約聖書全体が出版されて、1822年に旧約聖書の翻訳が始まり、1825年にはモーゼ語書などが出版されて、途中中断した時期もあったが、1858年に翻訳が再開されて、ついには完成にこぎつけたものである。旧約聖書はヘブライ語をもととして翻訳されたが、各所の掲載順序は70人約聖書、 教会スラブ語訳聖書に習っていて、西方教会の聖書の掲載順序とは、多少違っている。また、外典は、東方教会の聖書の伝統でもあり、外典を含まない聖書は、英国外国聖書教会で発行されている。1990年代以降活動を再開した、ロシア聖書教会は、プロテスタント教会の協力で、新しいロシア語訳聖書を出版してきた。 1995年に現代語訳新訳聖書を出版して、2011年には旧訳聖書の現代語翻訳も完成して、ロシア語現代語訳聖書全書を出版した。これは聖書協会の19世紀初版の篠戸聖書以来の初めての全訳聖書翻訳である。2000年にはビブリカが命の言葉聖書を動的翻訳で翻訳して、これは英語版。 新国裁判聖書に相当する。2015年には、モスクワのザオスキー新学院の聖書翻訳学院が、聖アンデル新学院と共同で、言語からのロシア語への翻訳を行い、これは共同分けであった。エホバの証人は、新世界約聖書ロシア語版を出版している。ありがとうございます。